経済複雑性指標は国家全体など巨大な経済システムの生産力の特徴を測る全体的な指標である。複雑系経済学で用いられる他の指標と同様に経済複雑性指標は経済システムをその部分の合計としてではなく全体として捉え説明することが目的である。経済複雑性指標はある国家の国民が形成するネットワーク、 集団ポピュレーションが蓄積してきた知識を解明することを狙っており、そのような知識は当該国家の工業的構造として表出すると考える。国家の多様性の指標と製品の偏在性指切りの指標を組み合わせることにより、ある国家の輸出品の相対的な複雑性を表したのが EC である。似通った指標に経済ではなく製品の複雑性指標を測る。 製品複雑性、指標プロダクトコンプレキシティインデックス、PCI がある。EC は、MIT メディアラボのセザー・ヒダルゴと、ハーバード大学、ケネディスクールのリカルド・ハウスマンにより提唱された。EC のデータは、経済複雑性観測書という、データビジュアライゼーションのウェブサイトで入手できる。オリジナルの論文は2009年の、米国科学アカデミー企業上で発表された。 日本の輸出ツリーマップグラフアンゴラの輸出ツリーマップグラフ厳密な数学的定義によれば EC は国家間をつなぐ行列の固有ベクトルである EC は国家の多様度と輸出品目の偏在性の2点を考慮に入れているためその国家がいかに多様であるかまたその国家の産業がいかに洗練されているかの両方を測定することができるある国家の EC が 高いということは、その国家の輸出品目が多岐にわたっており、かつそれらが、偏在性の低い品目であり、またそれらが多様性の高い国家で生産されていることを示しており、日本やドイツなどが該当する。逆にある国家の ec が、低い場合、それはその国家が少ない品目しか輸出しておらず、それらが、偏在性の高い品目であり、 またあまり多様性の高くない国家で生産されがちであることを示しておりアンゴラやイラクが該当する。左ゴとハウスマンは EC のコンセプトが説明的指標としてだけではなく経済成長の予測手法としても用いることができると提案している。彼らの2011年の協調経済複雑性アトラスで提唱された 統計モデルによると、E c は、一人当たり国内総生産 GDP の伸び率の予測に関し、世界経済フォーラムによるガバナンスや競争力を根拠とした国際競争力指数やヒューマンキャピタルなどの従来の指標よりも正確に予測していたとされる。ありがとうございます。